いよいしょー、インカンコーツ、あ、わけわかんなくて、うわー、てれ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 てーん。ということで、はい、今回が最終回でございますね。まあ、次回からちょっとね、無人島だったはずの島、ですね、もう完全にがっつりと友人島になってますけれども、はい、の、観光ツアーをやっていくということでね、まあ、前回まですいません、なんか、ちょっとね、5、6パートくらいかな、本当に申し訳なかったんですけど、ちょっとマイク、の設置をミスしてたみたいで、普段私ですね、USB 式のですね、USB に挿して使うマスク、もうダメだ、カミカミだ、ああ、終わった、俺はもう終わりだ、もう無理なんだ、ああ、終わりだ、うん、そうそう、マスクじゃ、まあ、マスクじゃ、マイクを使ってるんですけど、はい、ああ、そんな、お茶目な僕が好きって方はです、チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。はい。ということでね、はい、ちょっとやってしまったということがあったんですけれども、はい、今回ちゃんとマイクはちゃんとね、設定がうまくいっているはずでやんすので、まあ、今回聞きやすいね、やつかと思います。ということで、今回はですね、ジョースさんと、ジョーシュさんと、まあ、大いなる喧嘩をしてしまったっていうところがありますんで、まあ、今回はですね、ちょっとそのジョーシュさんと、ちょっと話し合いでもしまひょうかーということだったんですけれども、さあ、話し合いの場を設けていただきましたよ。随分と上から目線ですな、ああ、おちびちゃん、私と一緒に仲良く、チャチャでも踊ろうじゃねえか。あ、チャチャチャ、チャチャチャ、え、何遊びは終わりで、訓練は終わり、あ、なるほど。ガチのチャチャチャを踊らないと許していただけないというそういうノリでございますね。ということはこっちもあチャ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 、おら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 、隙間から縫うように隙間から、ね、ああこんなところでキャンプファイヤーをしようとしている勘違い野郎がいる。ちょっと結構危ないかもしれないね。あれキャンプファイヤー野郎は？キャンプファイヤー！頭がキャンプファイヤーしてやがる。でたた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 た。ああいいねいいね。頭キャンプファイヤーですね。はい。ということなので、まあ、キャンプファイヤーをしようかなと思ってるんですけど、違う、交渉しに行こうとしてるんですよ。交渉しに行こうと思ってるんだけど、とりあえずね、まあ、宝物を全部集め切っちゃいましょうキャンペーンに関しては、まあ、裏の方でしこしことやればいいかなと思って、全国8000万人のアダルティの皆さんが見ている前でね、もうしこしこしようかなと思っていますので、はい。見てないところでやれよって話なんだけど、まあ、そんな感じでね、今回はね、まあ、ツアーをやっていこうっていうところだったんですけどもね、まあ、ツアーをやらせてくれるような、こう、ちょっと安心感のある、ノリにはなっていませんので、まあ、女の子はこっちを私を熱い目線で見ているということで、お返しに物理的にこうやってあげるよということなんですけど、物理的にやりすぎてしまったかようにね、どっか飛んでっちゃったということですね。で、上の方で、ラカーノーニューテンペニャロスミルミナードスとかって、なんかいろいろ言ってはるんで、じゃあまあまあ、とりあえず、はい。上司様のね、やっぱり喧嘩を売るには、ね、上司様が大切にしている銅像をバーンと破壊するっていうところが、まずはまあ何よりも先決として大事なのかなっていうところでございますから、はい。上司がね、一番大事にしているね、自画像じゃないや、自像を、あ、おっぱいだ、おっぱいなどなかった。そんなものは気のせいだ。はい。まあね、ゲーム実況でこんなに連呼してるね、まさかのね、ホラーゲームの実況でね、まさか、なんだ、どっから、やばい、くしゃみ出そう。うん。はい、痛い、なんだ、どっから、あれか、じゃあ積極的に。やっぱり女性に対してはね、こちらからツンツンしていかなきゃいけないということね。ほら、気持ちいいだろ。そこ、先っちょ痛い！やばい、フルボッコ。まさかの、こんな、やばい。わー、やばいですー！でし！ほら。よし！行くぞ。ほら、こんな村、嫌だ。どっかでキコキコ言ってんな。どっかでキコキコ言ってるけど、どっちか。この上？あ、あんなところにあるんだね。へぇ。ちょっと待ってな。何か見えない壁に阻まれているかのような感じがするので、まあ、私ですね、一旦やっぱり、お上品ですね、一回降りて、あっちの方にくるっと回って、回りたいと思います。はい、くる。こっちでね、こっちでキーコー言ってるから、キーコー、カンコー、へぇー、パッキーンと。はい、何拾った？アレキサンドライトですね。はい、アレキサンドラということで、違う、V をやって、で、ここら辺は上なのか下なのか、はたまたお外なのか。ちょっとここちょっと分かりかねるっていうところでございますんで、まあただ一旦ね、下の方でキーコ鳴ってるっていうところありますんで、皆さんともに上の方で参りたいと思って、なんだかのガッチャン言ってるっていうことでね、なんかどっかでガッチャン言ってるっていうことがありますんで、そのガッチャンの正体を突き止めながらですね、皆さんともに上の方に参りたいというふうに思っております。ということで、進んでいきましょう。ああ、あいつか、なんだ、ただのゼルダの絶かなんか来たよ、もう。来たー、ドッスン
ドッスン、丸いドッスン来た。丸いドッスンが来た。やばいやばい。あいつどうなる？動いてるよね。動いてるところ、動いてるところちょっと危ないよね。グロいところでお見せできません。残念でした。お見せすることはできませんよということで、まあここで来るとね、あの鉄球に引かれるとどうやら一撃でお亡くなりになってしまうというなんかそういう危険性があるというところですので。まあ、一旦行ったところでですね、ここで、はい、くるっとやっていきましょう。ファッションショー。で、こっから狙える？まだまだガッチャンガッチャンする？どっかでガチャコンって言ってるけど。あいつだね。行っちゃったから、さあ行こう。さあ行こう。大風にやらせない。ああ。違う違う、お前がやるんかい。まあいいや。まあ下からね、いろいろちょっと、来ているというところですんで、はい。あ、じゃあもう一回やっていきましょう。はい、ぐる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 。で、こっちのうち微妙に割れたところね、この隙間。なんでーアシステッド、やばいやばいやばい。断末魔が聞こえてきた。あーって言ってる。断末魔がひどい、断末魔が。じゃあもう一回断末魔やっちゃいましょう。ガチャコーン。ということで、ぴょん。で、これ実はなんか、これやった瞬間に、レバーガチャンと開けて、で、上登っていったら、この下からさ、ほら、赤い、おべべを着たさ、還暦迎えたおっちゃんがこっちに向かって走ってくるんですけど、それがなんか引かれてお亡くなりになるっていう、そういうネタがあるらしいんですけど、まあ、僕めんどくさいんでそういうことじゃないです。これをやった瞬間にね、なんか下から、ミカスコ、ミカスコってやるんですけど、あ、無視してる。しつこい奴らだな。しつこい、しつこいからもうこっちからもう願い下げですよってことでね。で、どっかからなんか確か、チュン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 やってくるんじゃなかった。あれ、チュンチュン。チュンチュン。あ、いた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 。あ、そうそうそう。あ、そんなことさせない、そんなことさせない。で、これも、一回も止めずに行けば、なんか、行ってーってなるっていうのがあるらしいんだけど、そんなことはさせちんっていうことでね、もうなんか、しれっと、もう素でね、なんかもう、息を吸うかのように、なんかもう下ネタを発射してしまったけど、大丈夫？あ、なんか上どんどん登ってきてる。ドーン。こっちもドーン。あ、なんかこっち向かって飛んできた。で、上の方から、ちらっと。あー、OK。そうなんだよね。ロケランで撃つのもいいんだけど、ロケランで撃つと、やっぱ一発一発のね。あ、乗車禁止です！お前も乗車禁止です！乗車禁止です！うんちんはうんちでございます。はい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 。で、どっかから、あ、なんかどっかでカチャコンカチャコン言うてる。ロスミルラードス、どっかで、あー、そんなことはさせない、そんなことはさせない。はい、教祖様終わり。教祖様は終わり。で、どこ？ダダンダン、ダダタン、ダダタン、登ってきてる、ダダタン、ダダタン、はい、階段降りて、あー、鬼野郎、止めやがったらバカ野郎、あれ止めたっていう、あれ聞こえてこなかったっけ、あー、ダメです、乗車禁止です。これは一人乗りです。これは一人しか乗ることが、スペースがありませんので、スペースが一人しかないから残念でした。無理です。無理です。無理です。どっか登ってきてる、出す。あー、どっか登ってきやがったー、あ、これ止まったって音鳴ったどっかで。おらおらおら、そんな下品なとこ登っちゃダメです。え？なんかロス、神田って。神田さん、あ、神田さんが登ってる、神田さんが。神田さんが神だー！まだいる？着いたね。あ、よかったよかった。これでなんか止まっちゃったべやーっていう、そういうあれはあるのかな。でもなんかどっかでまだ、見殺しか。え？今更来る、おいで。ああ、いいね。どう皆さん、僕このくらいのなんかこうちょっとしたそのおっぱい感がある感じ好きなんですけど。ああ、積極的ですね。そんなあなたにご褒美です。ここが弱いんだろ、ここだろ、ここだろ、見えた。ああ、え、つまりこいつはカビだったってことかな。カービー、しょうもねえな。とりあえずじゃあこれ取っとくか。はい、なんか無駄にダメージを食っちまったってとこなんですけど、ゴーンゴーン、ビガスコービガスコーということで、はい、まあだんだんね、観光ツアーのね、ベラ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 喋るね、早口言葉っていうのがもうなんか体力的に辛くなってきてるんで、まあ、あからさまにお前サボってるだろっていう喋りにだんだん なり落ちてしまっているところがあるかもしれないですけど、まあとは言いながらね、相変わらずのベラ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 でやってますんで、そこら辺ご了承いただけたら、もう本当に歓喜亀あられてなんだ、亀とあられてなんだ、コーヒーのもう、うん、ここはゆっくり慎重に歩かないと。なぜか走ると体重の重みではなくて勢いで沈んじゃいます。ここもそうなのかな。
まあ、ここ落ちていく時のね、あのレオンさんの声がね、え、アイエスター、新しいブツがあるぜ、アイエスター、気づいてない、デン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 、遠距離戦ではシカゴスイーパーの方が弾数が多い、覚えておけ。無計画にだ。まあご利用はそうね、まあ無計画というかさ、もう計画したところで計画通りにいかないんだからさ、計画を立てるというよりもその柔軟性がいかにどうかっていうことなんですよ。要は目的に沿ってさ、計画っていうのはいろいろとね変えていく。あれ、これって何もなかったっけ、これ開けれるやつじゃん、あれ開けれないんかい、無理だったわ。でどっかでなんかキーゴキーゴ言ってるような気がするんだけど、気のせいか。どっかに宝物が、あ、戻らなくちゃいけないですね、戻らなきゃいけないっぽいので戻ります。でこれ戻る際も絶対、あ、そうそうそう、損はしたくないから見ていくつもりなんだけど、戻るときもこれ、ああ、もうなんか、よかった、戻るときにもなんか変な、戻るときにもさ、なんか、なんか2回以上歩いたら割れて落ちるとかね、やっぱこれ走ったらダメってだけな。気のせいだよーってことで走って。ご利用は無計画。なんか今一瞬、画面全体がぼやけなかった、気のせい、気のせい、気のせいですね。ということで、オープンセサービーということでやっていきましょう。まずやっぱチューンナップで売っていかなきゃいけないということで、チューン。大事に使ってやってくれよ。大事に使いますよ、大事に使っちゃいますよ。ということで、まあ、特に別に売るあれもないよね。まあ、売るほどのアイテムが溜まってないということで、トレードもね、ああ、金トークンを4回できるんだけど、一旦そこは無視でいきましょう。で、あくで。先に進む前にできることは全部済ましときな。いやー、それそう思うんだよね、本当にね。もうだから今からさ、10年前に戻ってとかさ、15年前に戻ってとかでさ、自分がいかにどんな無駄な人生を歩んできたかって言って、逆に言うとその無駄があったからこそその自分の人生って楽しいんだなって思える側面もあったりとか、でもやっぱりあの無駄をしてしまったよねって言って、あー、オミネ登場でございます。あー、二十歳が二十歳を触ってるっていうね、ただの同級生のタームレなんだよね、これってよく考えるとね。で、クラスの少佐が一体何歳なのかっていうのはちょっとよくわかんないけど、しれっと下乳触ってる、いいな、羨ましいな、俺もそこ触りたいな。あー、レオン、多分おっぱいで10キロくらいあるよね。うんうん、いやー、本当に愚かですね、ミスターケネ。いやー、あなたのお顔よりもマシですよね。あの、二十歳なのにそんなひび割れちゃって、どんだけお肌のお手入れしてこなかったか、もうなんか生まれてこなかった、一回も顔洗ってきてません、私みたいな典型例パターンみたいな感じになってますけど。無水でモーマイな。モーマイってどういう意味なんですかね。うん、無水はわかるけどさ、おちびちゃんさよならバイバイっていうことで、はい。まあ、20歳であそこまで小さいのって言ったら、あれかね、悠々白書に出てくる閻魔大王みたいな感じだよね。まあ、あれはチュパチュパも吸ってるからあれなんですけど、ということでなんかいろいろとやってくるんだけど、このなんかその虫というよりはどっちかっていうとさ、あのバイオビレッジとかさ、バイオセブンとかに出てくるそのカビっぽい感じになっちゃってるよね。なんかそれがなんか融合しているっていうところがあるから、虫感があるかっていうと、カビがなんかカビと融合してうーいえー黒いお乳を吐き出しているって、あれ600、300、300、なだなだ、あだだ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 、これでどうなる。ちなみにこれ外側を打ち続けててもダメージってある程度食らうのかな。うん、まあ、あなたの脚本というか、まあ、あの、そもそもこれって脚本があったんだっていう、でご利用は無計画にだからさ、脚本なんかそもそも存在しねえんじゃねっていうのが私の、まあ、そう思いではあるんですけども、ということで、あの、とりあえず適当にダダ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 クソやかましくこっちの方がベラ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 喋ってたら、なんとなくどうにかなんじゃねって、落ちてったー。じゃあ上から上から、あ、ちょっと、え、上から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 下から上から下から下から上から、あ、これもしって今のうちにあの卵をぶん投げてたら終わってたんじゃねっていう、そういうあれかもしれないね。なんかあの金玉2個投げたらね、やっぱりね、あれだよ、あれいなくなった、ああ、いなくなっちゃった。まあ彼が持ってる金玉の代わりに本当の金玉がこう植え込まれるっていうことで、後ろ間にか後ろにいただ、ふー、あ、倒れた。じゃあ仕方ないですね。どこ行った、あれ、金玉あった、金玉、金玉を、食べないで装備しましょう。金玉あったー、キャーそういうことですね。なんかクソもったいねえことした気がするけど、うん、まあ助けてって言われても、あの教祖様って結局さ、自分がね、お金を得ることとさ、自分が思っている下世界を実現することにしか興味がないからさ、あのそれに対するそのまあ資金がどれだけね回収できるかっていうことくらいにしか興味がないですからね、あの教祖様なんてのは、はい、って言ったらなんか怒られるかもしれないけど、まあでも実際そうじゃないですか。だってね、あの原作のサドラーなんかな、ね、あのなんだ、あ、支えるか、ここまでね、プラーガを育ててくれた、あ、サラザール家に向かってさ、あんな小物なんてことを言ったりとかするんですからね。ねえ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 、
結局そんなもんなんですよ。全然ね、大切に思ってないからね。助けるもクソもお前自分でなんとかせよって話。うわ、なかなか面白いことするな。ざっくりザシュザシュって言ってるけど。はい。おてて、おててだけが見えてるね。これ実は動いてる。あ、あ、違うわ。本体は死んでんのか。本体は元気に死んでいると。で、周りのなんかよくわかんないやつだけ、あ、なんか今落ちた。ああ、乗り越える。飛び降りるとか。この両サイドからね、なんか、ブワーってなるとかって、そういう、なんか、登れるとか、そういうのがあるわけではないんだね。なんだ、ただの飾りのようですね。意味がない。で、アシュリー、急がないとって、ここのパキンって取ったら30系。やっぱ取り逃してる2個がそのままって。急がないと。行きたいけど行けないけど、行けないけど行きたいというところですね。行きたいけど行けない、行けないけど生きるって、なんかね、ノロノロビームかけ、ああ、これちょっと、これ以上言うと、本当にコンプライアンスに引っかかる言葉、僕喋っちゃうんでダメですね。はい。まあ、昔ね、とある、ワンピースの同人誌があったんですよ。そこで、とあるね、身を使ってね、とてつもなくエロいことをやっているっていう、そういうのが描かれたのが、なんか、見たことがあるっていうね。でも、あれも何年くらい ?20 年くらい前の話ですかね。うん。ね。まあ、当時はね、やっぱりそういう漫画とかでもね、そら、さあ、原作で描けないようなさ、エロいこととかをさ、こう、同人誌とかが書いてたらさ、すげえ興奮するみたいなことがあったりとかっていうような年だったんですから、まあそういうのでね、興奮する人もいれば、やっぱ、二次元には実際興味ないよっていう方もいらっしゃるとかするんでね。なんで俺こんなエロい話してるんだ、まあエロい話大好きだからって思いますけど。これね、びっくりするんですよね。ここに敵の配置がね、変わっててね、アシステとノーマルはいなかったんだけど、ハードコア以上になると、ここになんですかね、ふぅ、サラザール上司も、倒したし、なんとかもうゆっくりと進んでいこうかなと思ったら、なんかここでガッシャーンって急にね、ペルファボールじゃねえや、ペルファボールは違うわ。ペルファボールはあれだ、なんかお願いしますとかそういう意味だったら、なんだったっけ、ペルファボールじゃなくて、ベルデューゴじゃなくて、あ、もうなんかわかんない。とりあえず鎧に身を固めた変態野郎でございますね。はい、変態野郎を、そんなこと、なんだかんだしたりとかしてるということでございます。もう全然日本語喋れてないんだけどね。ちょっと上を信じ、あれここだあれない。あれどこだここら辺じゃなかったっけあれあ、めっちゃ行き過ぎてたわ。全然泳がなくて済みそうだ。泳がなくていいんだけど、そんな姿で泳いだら多分一瞬で沈んでいくからね。なんか恨みや本舗っていう漫画皆さんご存知です。恨みや本舗っていう漫画の中でね、足を滑らして、溺れそうになった人をがいて、じゃあ溺れそうというか、もう崖の上から落ちそうになって、崖の上のポニョってしまいそうなとこ、あれ崖の上のポニョ。あったあったあった。なりそうな人がいて、それを助けた おっさんがね、自分が今度逆に足を滑らせて、逆だ。ポニョになりそうなおっさんがいて、それを助けようとした青年が逆に落ちてしまって死んで、それの恨みを晴らすためにっていうことで、釣りのさ、重りってあるじゃないですか、なんか 300g とか 500g とかの、その重りをなんか、ジャケットに入れただけで、それで沈んでブクブク死んじゃうっていうのもあったりとかするんで、こんなね、クソ何キロもあるようなさ、銃なんかを抱えて、ね、泳いだりなんかしてたらさ、もう、数秒で沈んじゃうからね。ということで、これがまともに動くかどうかを試してみようか。さあ、行くか、どうなるか。いけるか？あれ？もう音すらならなくなったっていうことでね。はい、じゃあノリノリしましょう。ところで美女一緒にライドハンサムしない？っていうことでね。さあ、やっぱりね、船の上でね、揺れを使ったな、特殊なバイブレーションを使ったですね、エロいことっていうのはたまらないでございますからね。ああ、たまらないエロいでございます。今すぐ私のことをパフパフしていただけないでしょうか。パフパフ。はい、ということでアホなこと言ったんですが、バイオ城のね、観光ツアーとしては以上となります。はい、ということで、シレットですね。あ、止まってなかったんですね。めっちゃ止まってたと思ったけど、止まってなかったみたいでございますね。はい。はい。ということで、はい、チャプター12まで、来ることができました。チャプター16で終わりということでございますんでね。はい。装備入れ替え特に必要がないと思ったけど、あるね。はい。違う、なんで捨てんの？そんなもったいない、もったいない。はい。で、カチンと、あ、結構溜まっちゃってますね。じゃあ、これをパコンとしておいて、ハメハメしておいて、ハメハメハー、ハメハメハー、ハメ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 テーテン。できるか。はい。ということで、こんな感じでね、次回スパート進めていきたいというふうに思います。本日もね、最後までご視聴いただきましたどうもありがとうございました。ということで、次回はバイオ島ですね。バイオ島観光ツアーを、皆さんと共に一緒にガイド進めていきたいと思いますんで、パートよろしくお願いします。ではね、チャンネル登録ボタンもお忘れなく。ではまたバイバイ。